去年もちょっとタイヤが外れてしまって、リタイア扱いみたいな感じだったんですけ
ど、まあ、去年も、ね、いい走りしてたので、まあ、今年もまあそのジンクスはあったんですけど、結構自信満々で来てたんで、本当に自分の中では有言実行できてよかったなというふうに思います。まずはラウンド1を制しました。もうすぐ明日ラウンド2です。ここはまあこれで、もう2勝を得たっていう感じで、まあでもね、すいません、まあでも本当に完走基準に走って明日もまた取りに行きたいなと思いますので、本当に2勝を取って、北海道を乗り込んで、また去年の流れのように離島を制してまたシリーズ絡んでいけたらなと思ってます。わかりました。本当におめでとうございます。皆さんよろしくお願いいたします。さあ、そしてちょっと、悔しいのかな、何かトラブルがもしかしたら最後も響いていたのではないかというところを聞きたいと思います。第2位、日比野選手にお伺いいたします。このトラブルはちょっと決勝戦影響してましたか？これが日比野だ。知ってます。よっしゃ、怒ってますよ、もしかして。怒ってるよ。そうですよね。だいぶ怖いです。やっぱね、電気系で撮って、はい、なるべくエンジンを壊したくないっていう部分と明日もあるんで、はいはい、だからなるべくね、その熱を温めているっていう時間が全くなく、はい、グリップもせず、はい、あんまりにもいい追走を見せれず、すごく悲しい状態です。ただもう原因分かってる、差してるけどは答えない。まあ部品交換して治るっていう予定なんですけど、はい、ちょっとは本当に戻ってみないと分かんないので、はい、本当に応急処置で走っただけになってしまって、ちょっとね、本当に残念です。はい、でも日比野さん、はい、結局久々の、2013年以来の優勝が見えていたんですが、結局はまた第2位、単走も第2位。そうね、まあ比べも同時に比べればもう大親友。そうですね。だからもうね、本当に自分的には今回勝負するためにシルビア作ったんで、まあまあ形になってきたのかな。これ相当戦えるということを実感しました。そうですね、まあ本当に昨日は初めて走ったんですよ。だから、ね、2日でこんだけ来れれば、もうちょっといい目標ができたな、うん、まあ、横井選手、やっつければいいでしょ。そうですね、はい、はい、なんか見えてきました、はい、いや、本当におめでとうございます。大臣、ギビロ選手でした。はい、ました。はい、それでは、3名、準備はよろしいでしょうか。明日もあるからね、それ考えたら。そうですね、はい、はい、それでは、シャンパンをお願いします。カメラ飛ばすよね、これね、これ最高に見えるぞ。わー、乾杯。嬉しさ、日比野さんほら、久々だから日比野さん、久々だからこっちはめちゃくちゃ嬉しいんですね。いいなー。はい、おめでとうございます。はい、それではマナムさん、はい、次の日本グランプリシリーズラウンド1クマ暫定予想式を終了いたします。受賞された選手チームの皆さんに今一度大きな拍手をお送りください。おめでとうございます。
動画行ってます。動いて、アクションお願いします。かっこいいっす。車もかっこいいっす。はい、ドライバーも超クールです。お姉さんも最高。T シャツ買っちゃいます。T シャツ行っちゃいましょう。T シャツ出てない。